南明の第四代皇帝。新書に明の維新により擁立され、南明の皇帝となった。別の称号に桂王があり、万歴帝の孫で桂丹王上英の子である。数帝帝の治世中にエミ王に封じられた。英略帝純国の石踏み味名は、ユロウ。病号は、昇州。死号は、王天水道。 ビンタケ氏教権教門抜き部隊、ひとしかつ高政皇帝であり、この死号は、民の流れを組んで、真に抵抗した、帝政公が追除したものである。帝合は存在しないが、日本では在位中の元語を英略より、一般的に英略三角と称される。若母は、王大号、母は、馬大号、妻は、王氏、子は、主事、主治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 。主治 主事南米の第五代皇帝であり、事実上の最後の皇帝であった。万歴帝の孫で、明の最後の皇帝、通帝帝のいとこにあたる人物であり、皇帝に即位する前は、英明王の地位にあった。彼の死後も、朝鮮では、清を認めず、彼の年号である、英略を記念にしたが、19世紀にも、両繁栄や公文書に、霊力年号を使用して、 英略200年などと表記した。桂ツ単王主、上英の第四子として生まれ、民の最後の皇帝、数帝帝の重帝にあたる。数帝年間に英明王に封ぜられた。1643年、民末の混乱に際し、父と共に、後世へ避難、その直後父と兄である主婦が皇居したため、桂王となった。1644年、 理事制の北京入場により、通帝帝が自殺すると、東欧、州一県や福王主優省と協力して、民の維新による南明政権を樹立、福王、東欧が、さらに竜部帝が、新軍に捕らえられると、はじめ喜びに逃れて、両郷総督、帝医佐夫、後世純伏式しらに韓国に擁立され、後に皇帝に即位し、英略と改言した。英略帝一行の進路、 高政大豪によるローマ教皇への救援要請。占い渡る格がラテン語に翻訳。その後は、李帝国、帝政公らの協力を得て、関東省から高政、紀州、雲南地区を勢力化置き、一時は清を圧倒する勢いだったが、内部の権力闘争で徐々に弱体化し、やがて新軍の攻勢を受け支配地域は、縮小、1650年に、 後世経林が陥落すると、河南各地を放浪。1655年には、新鎌子家持は清に下って、帝国を攻撃したので雲南混迷に逃亡し、1659年には、李帝国に報じられて、タウング王朝ビルマ王国の王のもとに逃れ、赤原に移っているが、この時、英略三に従った家臣はわずか650人程度に、 過ぎなかったと言われるまで勢力が縮小している。1662年にビルマに逃れた後もビルマ王国に成長に投降したゴース三景の攻撃は続き、新軍の誠意を恐れたビルマオーピエミンによって、英略カドは新軍に身柄が引き渡され、同年に一族と共に昆明で首で殺されたとも、三景の手で殺されたとも、家系に処されたとも言う。年 こうして、民の高等は断絶した。英略カドは、キリスト教に造形が深く、ローマ教皇にも施設を派遣したとされるが、民末の衰退期の施設派遣への政治的意義は非常に限定的であった。ありがとうございます。